はい、戸隠育ち農園です。これ見ていただくともう雨のカーテンというかですね、雨柱っていうんですかね。ちょっとあちら、戸隠の方面、飯綱山って言いますけど、この山の方向雨が降っております。で、そんな中ですね、ちょっと追肥作業をちょっと行いたいとは、思ってます。だいたいこれで5回目ぐらいになりますかね。定食して3週間に1回で、そこから2週間ごとですね、やっていて、それが5回目ぐらいの追肥になってきますけれども、追肥をですね、していきます。今画面上にある、映ってるですね、このピーマンの葉っぱの端っこぐらい、ちょっと先ぐらいにですね、落とすので、ちょっとこれ防草シートめくれてますけれども、まあ、黒いマルチから20センチぐらい、通路側にですね、落とすと、いいかなと思ってます。でですね、これ、天気がちょっと怪しいんですが、ちょっとこれ、光防って言いますね。雲の切れ間からですね、太陽の光がこうガーッと落ちてますけども、天使のはしごと、私は言ってたりしますけれども、かなりガーッと出てます。雷もかなり鳴ってますので、まあ、気をつけながらって難しいですけど、本当は何も、しない方がいいんですけれども、それで追肥作業ですね、したいと思います。で、使用していくのがですね、この追肥 NK404 ちょっと使おうかなと思います。窒素とカリがですね、14% ずつ、入ってます。まあ一応マグネシウム、まあ、入れてですね、まあ、いいものを取ろうと、そういう感じですね。はい。で、今年ですね、ピーマンの生育状況なんですけども、かなり低いですね、背が。そうですね、木自体は、まあ、どうですかね、60センチぐらいありますかね。地面の畝立てて20センチほどですね。で、通路がもう少し、人が踏み込んでるので下がって、もう少し高いんですが、昨年はですね、祖母の肩ぐらいまで行ってたと思うんですよね。だいたい100センチとか。これはですね、今こちらだと90センチかもうちょっと低いぐらい。ちょっとですね、今年は低いです、なんか背が。他の YouTuber さんも確か言ってましたね。農家さんも言ってましたけど。そうですね、三つ股のところが低いのか、ちょっと分かれるのが早かったのか、なんか横に張る感じですね。上にあんまり本当に張ってないですね。ちょっと参考で昨年のですねやつもあげたいんですけど、で若干ですけど尻腐れというですね、ちょっとお尻の方が、腐っちゃってるものがピーマンですね、ちょっとあったので、一応そういった尻腐れ対策には、まあ、カルシウムがいるんですけど、カルシウム結構上げてはいたんですけど、ちょっと若干ですけど出てる。全収穫量からすると 1% もないぐらいですけど、少しあるので、カルシウムとしてですね、こちらの甘いローリッカーシリーズのスコヤがですね、この万能カルシウム剤、こちらを、使用しました。先ほどですねちょっと使ったんですけど、あ、カルシウム 3.5% で1000倍希釈なんで、本当に、まあ、少しぐらいなんですけどね、葉面散布で、あげました。はい、そうですね、ひとまず葉面散布をして、まあ尻腐れ化の改善ですね、なってくればいいのと、まあ、一応、空気から入ってくるですね、まあ、病気、飛んできて入ってくる病気にもですね、カルシウムが使用されることによって、一つ一つの細胞ですね、植物の細胞が強くなって、そういった病気が入り込むのを、まあ、防げるので、まあ、一応それで使用しています。まあこの時期だとそんなにないんですけど、ちょっと天気予報がですね、実は1週間ぐらい天気が怪しいというか、曇りと雨がなんか続きそうなので、ちょっと湿度的にも高くなりそうなので一応やってます。でですね、今現状ですね、まあちょっと
途中で終わっちゃいましたけど、現状はですね、収穫量が一旦これ谷間になってます。先週取れた量からですね比べて今週の、収穫量はですね大体3割4割ぐらいこうガクッと落ちてます。まあ、ちょっと先週ですねちょっとに当たるのかな、ギリギリ台風の予報も出たりしたのでちょっと小さいのも取ったので、まあ、今週がちょっと今週というか、今回の収穫量ちょっと減ってる感じもあるんですけど、まあそういったですねなり疲れというかちょっと雨が少なかったり、まあ、水分がですねちょっとなかったんですよね。昨日やっとこう夕立ちで雨がかなり降ったので今非常に水分がありますので、ここから一気に、収穫量増えると思うんですけど、まあ、今回の、こちらのですね、健やかというカルシウム剤と合わせてですねちょっと、甘色立花シリーズの甘色立花ですね、これトマトの方では、まあ、甘さとかですね色つや良くなるということでちょっと使ったんですけど、まあ、リン酸の吸収が良くなるということで、まあ、リン酸は実とか花の部分になるものですけど、それがまあ吸収力アップすることによってちょっとまあ落ちてきた感じの収穫量というか、それがですね、まあ、また上がるかどうかで、どうやらなり疲れとかそういったのは根っこの方がですねちょっと疲れちゃったり、まあ、うまく養分が吸えなかったりですね、まあ、水分が確かになかったとかでちょっとここからの肥料の吸収、下からぐっと吸う肥料がない分上に行ってこの実になるところの部分の栄養がちょっとまあおろそかじゃないですけどちょっとなかったかなというのはちょっと思います。急にこう熱くなって光合成量は非常にできてるんですけど、まあ根っこの方がちょっと疲れちゃったり、まあ、ピーマンもですねもう一個実がついたらまた分かれて分かれて2倍2倍2倍ぐらいバン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 こう増えていくんですよね。なんで一気に増えたので、まあ、ちょっとそこがまあ負担というかなっちゃったかなと思ってますね、はい、なので、まあ、そういった甘色立花シリーズ2種類ひとまず使ってみてですね、まあ、落ち込みを防いだりとか、してます。で葉っぱの色もですね全然悪くはないんでかなりいい葉っぱはしてるようには思うので、ちょっとなぜか破れてますけど、良さそうなのでまあ十分肥料は吸えてそうなんですけど、まあ、一応こういった甘色立花の方はですね、まあ、リン酸とカリ、リン酸が 1.6% カリが 0.3 で、健やかの方はですね、リン酸 2.5% カリ 0.2%、まあ、どちらもちょっと入ってて窒素分はですね、ちょっとない感じなので、それとマグネシウムがないので、苦度ですね、がないので、それをまあ固形の肥料で、この通路側にぐわっと上げてですね、吸わせようという感じです。で、これから雨が降ってくれればですね、固形のものがまあ溶け出して、で、結構これ今根っこはかなり張ってます。ここの高さがピーって下げるとですね、もうここまでだいたい行ってるだろうと、通路の半分がここぐらいなんですけど、畝からするとここまでだいたい根っこが張ってるぐらいなので、まあだいたいここら辺に落とすぐらいにして、で雨が降ってくれれば一気に溶け出してですね効いてくるんじゃないかということで、やっていきたいと思います。前回がですねちょっと少なめにやったので、まあ今回はいつも通りというかだいたい一握りで3株分ぐらいバーッとやる感じでやります、はい、ということでですね、今回まあピーマンなんかちょっと背が低い感じというかとか、収穫量がちょっと今一旦落ち着いてたりとかですね、であと、まあ、甘色立花シリーズ健やかとですね、まあ、甘色立花を使用したのと、あと追肥の話ですねちょっとさせていただきました、まあ、ピーマンの今の現状ですねという感じになります。昨年はですね、まあ、この時期から黒枯れ病になってしまったんですけど、今年はなんとかそう回避できるようにちょっと頑張りたいと思います。はい。こんな感じですけれどもですね、はい、終わりたいと思います。
ご視聴いただきましてありがとうございました。